臭い。もう今日結構出てるな。うわ、やば。さて、コーヒー飲んでラーメンも食べたんで次行きますかね。久々にコーヒーツルアツしましたけど、やっぱ景色のいいところで飲むコーヒーはうまいっすね。おー、温泉。ここじゃねえのかい。さて、草津も行ってみますかね。こっちから上がる草津は完全に初めてなんですけど、何ですかここは。結構チャレンジングな道だったな、これ。そんなもんで着くの？まあ、ガイドついてないよね。そんなもんで着いちゃうの？マジ？いや、実は品木ダムを経由地に入れてあるんですよね。あの例のすごい色の草津のお釜みたいなダムなんですけど、こんな近いの。ナビはしきりにあと 500m とか言ってます。そうするとやったら近いよ。ほんまでっか。あー、け紅葉の時に行きたかったよ。うっそやん。まだ半分だ。おそらく。そうだそうだ、あの沢を入れたんだ。そっか、登り込みから入った方がなんかいい感じだな。砂利どっち？左？なんかこの怪しい水が。草津の
がる道よりも気持ちいいんじゃねえかな。着いたよ、白木ダム。ボッコボコなんですけど、強烈なプール臭なんですよね。しなきダムを後にしますよ。色づいてる木もあるんですけどね。今日結構出てるな。うわ、やば。なっからくせえぞ。あ、くせえ、ここでも来た今日。
場ってすごいよね、これ。実はけなし峠行ってみようかなと思ったんですけど、けなし峠の上に雲が結構出てるんですよね。まあ別に何するわけでもないんで、で帰ってくればいいんで大丈夫ですかね。くっそー、あーくせっ、寒いけど綺麗っすね。長野県に入りますよ。長野県に入りつつ群馬県に戻るっていうね。うわあ、土砂崩れてる。これも時間の問題だな、これ。わ、すごいね、長野川。ああ、晴れててくれれば綺麗なのに。
本当に悪路だわ。来た。来ましたよ、危険地帯。ということで群馬県に戻ってきましたよ。のぞり湖からけなし峠をつないで、まだ初秋ということで紅葉は始まったばっかりですが、場所によっては結構綺麗でですね、割と満足のいくツーリングになりました。久々のコーヒーツーラーもやったんでかなりいい感じです。ということで、今日の動画はここまでになります。最後までお付き合いありがとうございました。動画のあがるでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。よろしくお願いします。